オリックス T 岡田外野手36が今季限りで現役を引退することが分かった。19年目の今季は4月に登録を外れて以降は2分調整が続き、3試合で5打数無安打。7日までにユニフォームを脱ぐ意思を固めたことを球団に伝えた。高卒5年目の2010年に33本塁打を記録し、王貞治、巨人、 以来48年ぶりに22歳での本塁打王に輝くなど通算204本塁打。長年チームを支えてきた大砲が、ついに決断を下した。ファンの夢と希望を乗せた華麗なアーチは204本。T 岡田は長年の低迷期も、昨期までリーグ3連覇した黄金期も経験した。昨期に続き、今期もゼロ本塁打。元本塁打王としての使命を背負い、 振り続けてきたバットを置くことを決めた。サクオフに、球団の方と話をした時点で、今年ダメなら、と。総覚悟を決めて今年を迎えました。近しい知人に決意を明かしていた。退路を断って迎えた19年目の今季は3年ぶりに開幕一軍入りし、3月29日のソフトバンク戦には、7番、1塁、で名を連ねた。 4年ぶりの開幕スタメンを含めて3試合に出場、6打席に立って無安打だった。再調整を理由に4月11日に登録外。以降は年齢が一回り以上も離れた若手と共に必死に汗を流した。ウエスタンリーグでは37試合に出場、81打数10安打の打率12、123、1本塁打にとどまる。 25年ぶりにリーグ優勝した21年には17本塁打で貢献。特に天皇山だった9月下旬の敵地でのロッテ3連戦では28日の初戦に通算200号を飾り、30日の3戦目には土壇場9回の逆転スリーランで3連勝へ導き、プロで初体験の優勝を引き寄せた。近年は古傷の膝痛など度重なる故障を抱えても、周囲に悟られることを拒み、 努めて明るく振る舞った。裏では練習と治療の繰り返し、苦しい日々で体は限界に達していた。本来の打撃も影を潜め、一軍戦力に加われない現実から目を逸らすことはしなかった。下した決断こそが今季限りでの現役引退。すでに球団にも意思を伝え、近日中に球団から正式発表される予定だ。野球に対する紳士紳士 な姿勢と真面目で律儀な性格は変わることはなかった。7日は球団関係者や恩師、知人ら一人一人に連絡を入れていた。T 岡田の海の親であり33本塁打を記録して22歳で本塁打王を獲得した10年当時の監督でもあった阪神、岡田監督にも電話で報告した。通算5215打席、わずかに残された打席で、 誰もが期待する2年ぶりのアーチを追い求める。19年間の思いを込め、最後のフルスイングに全てをかける。T ・岡田、T ・岡田、ダ、ホンナ・オカダ・タカヒロイコール岡田孝弘・オカダ・タ1988年、アキ63、2月9日生まれ、大阪府出身の36歳。履正者では高校通算55本塁打も甲子園出場なし。 5年高校生ドラフト1巡目でオリックス入団。登録名を T 岡田に変更した10年に33本塁打で初タイトルを獲得し外野手のベストナイン。14年は一塁手でゴールデングラブ賞。20年9月26日の日本ハム戦でプロ野球史上12人目の全打順本塁打を達成。21年は17本塁打。 63打点でチーム25年ぶりのリーグ優勝に貢献した。1メートル8万7100キロ、左投げ左打ち。